はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回の続きからやっていきたいと思います。グレムリンが賢者の石を奪うことでサバトは中断された。グレムリンの行方も気になるが、先に明治たちの救出に向かおうということで、この先ですね、多分明治がいると思うんで、そろそろ、おー、敵が出た。まあ相変わらずのやつらなんで、とりあえず目的地が表示されてるんで、これは目的地に向かっていきたいけど、なんか繋がっただけだな。おっと、バックアタックか。おお、なんかされた。おっと、ひるんだ。ちょっとめんどくさい戦いになったな。ウルトラマンゼロがレベル上がったから回復はいらないけど、他のやつらが減ってるから回復させましょう。ん？どっちだ？目的地が近いようで遠いっていう感じなんですかね。こいつらのチップはまだ持ってないかな。ヒットポイントが、ヒットポイントじゃない、弱点とかが表示されないですからそう言うとくれる。何なんだこの法則は。うん、ここがイベントっぽいな。とりあえず大丈夫そうだな。ここだ、人柱の広場は。そこには明治が倒れていた。明治、ああ、助けに来てくれたんですね。もう大丈夫だ。エクスプロージョン。ガン。うう。白い魔法使い。明治は渡さん。明治を解放しろ。サバトは失敗したんだ。ならばもう一度開くまでだ。今、魔法使いを奪われるわけにはいかん。ガン。太郎。明治を返せ。はあ。あ、ふん、てやん、ガッ、み、みなさん、よし、明治、来い。そうはいくか。セルバーストなあ、明治ちゃん、怪我はなかった？バース、貴様、白い魔法使い、許さないぞ。が、何？お、お前たち、サバトが中断して洗脳が解けたか。ならばもう一度。が、が、まだ僕たちもいるぞ。メテオ、ビギナー。もう一人が一人を総攻撃してんなこいつら。ひどい。何人来ようが。では。は。が。弱い、そして。アストラ、メテオ、ビギナー、あとは俺たちが。貴様。白い魔法使い。俺はお前を止める。おお、白い魔法使い。最近はちょっと上昇効果を打ち消してくるやつらが多いんで、もう攻撃していっちゃいましょう。パニックにはならないな、どう考えても。せめてひるみだな。
くらい。あー、ガードされた。ほら、上昇効果打ち消されたよ。こいつはもう早速回復しないと。直撃を2発食らうと大体死にますからね。反撃。そして仮面ライダーは常に回復をしていないと。よし、下がった。あれ、何、超重力操作ってなんかあったの？スピードが落ちてたとかそういう感じかな。スタンはちょっとならなそうだったな。あんまり命中率下げても効果がなかったな。おお、エクスプロージョン。あれ、マグナムか。おお、いてー。あー、危ねえ、危ねえ、死ぬ。使いたいな。とりあえずゼロスパイク。1200じゃ多分全開しないでしょう。ほら、一定これ2回ぐらいだったら死ぬ。おー、死んだよー。ちょっとあれだな、ラッシュをここで使おうと思ったけど、クアンタが死んじゃったからな。おお、ひるんだ。お、ひるんだ。マジか。え、ちょっとこれまずいな。こいつひるんでるっしょ。ちょっとユニコーンで回復させるか。こいつはスタンにならないな。そうすると切るんだ。意外に強い。後半になってくると、後半というかまだ中盤だけど強いな。ライジングか。こいつはちょっと間違えた。アストラでクアンタを上げなくては。エクスプロージョン、痛い。攻撃か。そうすると、ヒールレイン。命中率下げて、下がった。やばい、死ぬ、死ぬ。ヒルんだ、ヒルんだ。どうする、まだあいつが完璧じゃないからな。マグナー、これ2回食ったら死ぬ。危ない。よし、じゃあここだな。ちょっとサンタン使っちゃおう。いくぜ、ライザーソード。さすがに回復はちょっとやっとかないと。6000、4900か。トランザムコンボ、ユニコーンコンボ。これ一旦かかるからな。どうしよう、攻撃しよう。攻撃いけるな、こいつも。一回ちょっとゴールデンエクストリームを使いましょう。
おー、ラッキー。ガードされてる。やばい、死ぬなよ。ひるんでるよ。まずくない？こいつで回復させよう。このターンじゃ倒せないか。こいつこれにしよう。頼む、倒した。13,729。いっぱいレベルが上がった。白い魔法使い。結局名前ないのかこいつは。私は死ぬわけにはいかない。ん？賢者の石を持って元の世界に戻り、成し遂げなければならないことがあるのだ。賢者の石はリジスに捧げるのでは？やっぱりね。君が賢者の石をリジスに献上する気がないのは分かっていたんだ。それを承知で僕たちはサバトを利用させてもらったのさ。なんだと？リジスが本当に欲しかったのはサバトで生まれる絶望のエネルギーだからね。ならば賢者の石は返してくれ。それは私の最後の希望だ。へえ、だったらなおさら渡せないね。実はまだ絶望のエネルギーが不足していてね。決め手になる強烈な絶望があと一押し欲しいところなんだ。まさか私を。そう、最後の希望を失った白い魔法使いは絶望のうちに死ぬのさ。はあ、グッガー。やられたか、白い魔法使い。めっちゃ絶望してるし。強烈だね。大量の絶望のエネルギーが発生したよ。ボーン。なんだ、フフフ、うまくいったようだね。これでリジスは安泰だ。ボボボボ。待て、つかかか。うん、く、何が起きているんだ。すごーん。めっちゃブラックサンダーみたいなのが降ってきてるし。う、みんな大丈夫か。ああ、なんとかな。アストラちゃんたちは？はい、僕らは平気です。これくらい大したことない。ええ、でも明治たちが。いえ、心配いりません。お、俺たちも大丈夫です。あんまり大丈夫そうじゃないな。ちょっと見てやろう。しかし一体何が起きたんでしょう。確かリリスは安泰だと言っていたな。どういう意味なんだ。タロ、一旦拠点に戻ろう。明治の3人は休養が必要だ。それに俺たちもかなり消耗している。そうか、バースがそう言うなら従おう。みんな拠点へ戻ろう。ヒーローたちは拠点へと戻った。光、帰還したぞ。なんだか様子が変だな。拠点は以前よりさらにダメージを受けていた。おう、お前らか。2号、何があったんだ。また衝撃波に襲われたんだ。今は総出で確認と復旧作業に当たっている。明治たちに休養させたい。メディカルルームは？大丈夫だ。真っ先に復旧させた。すぐに運んでやれ。おう、光、そうさせてもらおう。バースは明治たちをメディカルルームへと搬送した。衝撃波か。ああ、ハザードほどではなかったが、それでも凄まじい衝撃波だった。そこら中に相当ガタが来ている。また同じような異変が起きたら、もう持たないな。やばくね？やはりさっきのあれか。キューブ内にも影響があったのか？原因は不明だが、白い魔法使いを倒した直後に激しい振動に見舞われた。タロウはキューブ内の出来事を事細かく報告した。なるほど、ブレムリンの言葉が気になるな。これでリジスは安泰か。そこへセブン、アクセル、ビーストも戻ってきた。よかった、みんな無事だったようだな。しかし一体何が起きたんだ。それがまだ事態を把握できていないんだ。そうか。そうそう、グレムリンが中央の広場の方へ逃げていったぞ。グレムリンが？嘔吐したんだか振動が激しくなって見失ってしまった。中央の広場というと D ゲートがあった場所だな。
太郎、すぐにそこへ向かってくれ。今回の異変の手がかりがつかめるかもしれん。了解。仮面ライダーなでしこジャンナイン。おお、異変の手がかり。とりあえずアイテムをちょこっと整理しましょう。いらないものは預ける。で、ちょっとギガライフキットは使ってない。リカバリーキットを2つ3つ買って、大復活キットを3つ買って、あとはちょっとアクティブクロック1個じゃあ入っていきますか。うん、こんなもんかな。じゃあ D ゲートですね。こっから行くとすると、ちょっとハザードキューブは中継地点が2つしかないからな。ミノスキークラフト、アクティブクローク、じゃあゴー。はい、D ゲートのところですね。なんかちょっと分かんなくなって迷っちゃいましたけど、とりあえず来ました。 D ゲートだ。だがおかしい、以前のような闇の力は消えている。この先はリジェスコアではなかったのか。行こう。ああ、ヒーローたちは D ゲートへ突入した。サジタリアスノバはいなくなってますね。誰もそのことに触れない。ちょうどその頃、くっ、さっきの衝撃波は何だったんだ。それにしてもまた随分流されちまったようだ。ん、あれは拠点誰。おお、デストロイキューブ、遺跡南って書いてありますね。お、なんか闘技場みたいなとこだな。 D ゲートを抜けたヒーローたちは未知なる場所に足を踏み入れていた。ここはキューブか。ヒーローたちはあちこちで轟く雷鳴を耳にした。何が起きている。おお、怪獣が生まれてる。怪人も生まれてる。あ、これマヒローじゃん。あれはなんだ。エネルギーが集まってますね。凄まじい闇の力だ。まさかあの球体は、ああ、リジェスコアかもしれんな。おお、シナンジュ、ようこそヒーロー諸君。その通り、あれがリジェスコア、そしてこのキューブはリジェスの城だ。リジェスの城。城というのは少々時代かかっていたかな。だがこのキューブが誕生したおかげでやっとリジェスは安定した。このキューブが誕生した。そうか、さっきの異変は君たちが活躍してくれたおかげだよ。サジタリウス、貴様たちは我々のおかげとはどういうことだ。リジェスは復活したが不安定だった。なぜか。それはリジェスコアを安定させるためのキューブがなかったからだ。つまりリジェスの居城たる7番目のキューブが存在していなかったのだ。君たちも知っている通り、キューブを誕生させるには膨大な絶望のエネルギーが必要だ。そのためにいろいろと手を尽くしたというわけだ。クライシス帝国、ビートスター、エルス、ことごとく君たちに邪魔されたがね。しかし結果的にご覧の通りうまくいった。まあよしとしよう。そうか、やっとわかったぞ。サバトを利用したのはこのためだったのか。そう、絶望のエネルギーを集めるためにね。全てはこのキューブを生み出すためだったのか。さて、君たちの役割もそろそろ終わりだ。このキューブで朽ち果て、リジェスの糧となるのだ。そうはいくか。朽ち果てるのはお前たちの方だ。待ちたまえ。諸君に引導を渡すに相応しいものを用意した。何？さあ出番だ。最強の黒歴史よ。おお、まさか。鈴の音？
ターン X。 おお、こいつらか、小生の相手は。ははは、ついに我が世の春が来た。なんだお前は。ロストヒーローとやら、このターン X が引導を渡してくれる。うわー、特にターン A 入れてないんだけど絡みはないのかな。ウルトラ念力、なんだそれは。もっと闘争本能をむき出しにしろ。うわー、なんて威力だ。黒歴史を知らない愚か者は地に這いつくばって消えてもらう。うう、このままでは全滅だ。一旦拠点へ引こう。そうだな、行こう結局逃げるのか、逃げるのか。ふまあいい、こちらもまだ体が本来の力が出せていないのだ。ゆっくり楽しませてもらおう。いいだろ、指南獣。ああ、好きにしていい、任せたぞ。拠点に撤退したヒーローたちは新たに生まれたキューブの状況を報告した。そうか、あの衝撃波はキューブが誕生した影響だったのか。彼ら曰く、これでリジェスが安定したと。ならばリジェスが本格的に動き出すのは時間の問題だな。光、あらかた復旧作業は完了した。応急処置ってところだけどな。耐久力はかなり落ちている。もしもう一度あのような衝撃に襲われた場合、拠点は崩壊する可能性があります。分かっている、ご苦労だった。ガンガン、なんだ。ガンガン、敵か。ゲートポートの方だ。ヒーローたちは物音の原因を確かめるためゲートポートへと移動した。ガンガン、ここを開けろ。その声はアンクアンクかそうだ、早く開けろ。ハッチを開けるとそこにはアンクがいた。アンク、それは何を持っているんだ。見て分かれねえか、かけらだ。なんとアンクはリジェスのかけらを持っていたのだ。一体なぜ。詳しい話は後だ。こいつをどこかに保管しろ、厳重にな。ああ、分かった。光がかけらを保管庫の奥に格納した。どうやってかけらを。俺はあの混乱の中一瞬の隙をついてかけらの一つを掴み取ったんだ。そのまま衝撃波に巻き込まれ意識を失っちまったが、俺はかけらを離さなかった。しばらく次元の狭間を漂っていたが、運よくここにたどり着いたってわけだ。そうか、無事でよかったよアンク。さて、かけらを安全に処分する方法を考えないとな。あ、それなんだけど。どうしたんだ。かけらを消しちまえばリジェスの復活を阻止できるんだろう。リジェスは復活してしまったんだ。何、かけらが一つ足りないってのにか。それが原因で不安定だったのかもしれない。不安定だった。ああ、少し前まではな。だが7番目のキューブが誕生し安定してしまったようだ。一旦復活してしまえばかけらの数などは関係ないのかもしれない。チッ、俺が死ぬ思いで奪い返したっていうのに。だがアンクのおかげで時間稼ぎはできた。礼を言おう。気休めはいい。とにかくだ、キューブ内で見た球体がリジェスコアならば、なんとかしてその内部に入りリジェス本体、いやリジェスの中枢を破壊したい。そうだな、探索を再開しよう。はい、ということで新たなキューブ、デストロイキューブですね。ターン X が復活したいみたいですけど、どうしようかな。ターン A 入れていこうかなと思うけど、ちょっとメンバー的に誰を入れ替えようかっていうので悩みますので、とりあえず今回はこれで終了して次回またやっていきたいと思います。